どうもこんにちは、なっちでございます。はい、今回レアガチャベストアシストカーニバルがやってきました。ラインナップはこんな感じでございます。これ見にくいんだよね。ちょっと画像出しましょう。6月1日から7月15日までの集計データをもとに、使用された上位20体ですね。ただフェス限とかね、あとコラボキャラとか、あとモンポキャラが除外されておりますのでご注意ください。おでんが1位な理由は多分ランダムで使われたやつと、あとはあのゼラとかでね、最近グングニルが強いよねっていう、多分それですね。カラットはまあ納得で、アポロはまあ納得で、シーンも納得、オロチもまあまだおるんやなって感じ。僕最近あんま使わないですけどね。でポカリもまあまあまあ 色がいいですからね。でバッケス納得で、サリアソニアですね。サリアすごいよな。ソニア武器があるけど、サリアは人気なんですね。で、アストレア、ルーも、あんまルーはわかるか。アストレアも結構意外だね。てか、ルーを持ってる層がそんなに似たのかっていうね。インドラが意外とここにいて、で、ファセット、ディエナ、ハンゾーは武器ですかね。で、ラーニ、ラファエル、スミレ、ネネズオーと。なんか、ラーを使ってる層が意外と少ないなっていうね。だって、ポチポチもあれでしょ？含まれてるんですよ。なんで、意外と、ラー自家入れっていうパターンがあるんですかね。だってこの前覚醒ラーがね、サブに入っとったのを見るとそんな感じがしますよね。はい、ということで引いていきましょう。今回ね、あの子入ってます。ちょっと出てほしい。 1.28 確率は全然悪くない。引いていきましょう。5回ですね。5回引いて闘技場行きたいと思います。落ち。てかバッケスとか出るとさ、まずいんだよな。あの辺が出ちゃうとちょっと属性が偏っちゃうんで、オッケーオッケーオッケー。こいつはいいよ、無難に使えますからね。なんなら属性もね、2種類ありますから、多色目指していこうぜ。こういうやつが5体出るとまずいんで、リーダー格をまず欲しいですね。ダイヤ、オカリは進化後なんだ。てかみんな進化後なんやこれ。まあこのゲームには関係ないんですけどね。そうか、ポカリ来ちゃったか。ポカリはちょっとあれですね、多色だったらこのジンは相性良くないですね。ドラゴンタイプが 1.5倍3倍。いやまずいな、属性バラバラやな。そうか、ダイヤが出れば熱いのか。さあどうなりますでしょうか。ラーとか出したい。ラーとかで金の時点でダメなんですよね。属性バラバラ、悪魔タイプの攻撃と回復がほんの少し上昇。まずいまずいまずい。攻撃、あ、強い結構。攻撃タイプ。ポカリが攻撃じゃないんだよな。悪魔でもないんだよな。ルミエルちゃんはちょっと面白いと思ったんだけどね。ダイヤいいよ。おいおい、お前はさ、お前は違うじゃん。回復タイプ7倍とかもうさ、論外じゃん。ダイヤ詐欺のもう代名詞だよね、こいつね。ならまだ買うのが嬉しかったね。ラスト行きましょう。ダイヤ率いいな。いや、違うじゃん。ちょっと対象を出してよ、対象を。光属性が5倍。強い。火属性が 1.5 倍。2コンボで 1.5 倍、3コンボで2倍。光の3コンボなんてそうないんですが。やべえ、これ誰リーダーだ。まだルミエルちゃんで攻撃か？攻撃。いや、悪くないよね、これね。お前が緑だったらな。お前が緑だったらマジで。火属性必要？必要か。木がいないんだな。じゃあ、ルミエルリーダーで、火属性のフレンドって感じかな。おい、クラウソラスさんがさ、これしか育成されてないんだけど。はい、こんな感じですね。諸葛亮のスキルが倍、2ターン回復とかも舐めてんのか、お前ちょっと。こいつがやばい、戦犯プリが。まあ、ポカリのスキル絶対使わないんで、ポカリとクラウソラスは闇を回復に変化、ダメですね。待て待て待て、こいつもしかしてさ、800万テーブルとか。ありえねえ。ありえねえぜ。
はい、ということで継承が完了いたしました。ここは指にしておきましょう。でいいよね、指何個？1個ないない、2個、まあ指の方がいいわな。で継承が、レオナ、まあ軽減はフェニックスライダーがいるんでいいかなということで、エンハンスが欲しかったんですけど、攻撃のまともなエンハンスが、まあ、3倍でレオナぐらいだったんだよね。13号機もいたんですけど HP 減っちゃうんで怖かったんでレオナ、まあ、溜まるか分かんないけどね。で、こちらに風神がついておりますということで、まずは貴族生の相方をね見つけないといけません。ディアブロは一応攻撃タイプではないか、ドラゴン悪魔か、あいつはじゃダメか。多色っていないよね。逆にレオナ、逆にレオナあり、落ち込んないの怖いよね。レオナかメイメイ、メイメイありやな、メイメイは正直ありやな。ただオーバードガイアか、まあそんなもんですかね。なかなか楽しくなりそうだ。カコートン、カコートン強くね、これカコートン強くないか。アチコンボ以上で2倍、回復力 1.5 倍、引き網同時で軽減4倍、カコートン強くね。攻撃タイプでしょ、いいよね。水を消すだけだよね、そこに。よし、これでいきます。そう、カコートンね、こう動画でどう使おうかなと思ってまして、もうじゃあ使わなくていいんじゃねえかと思ってたとこだったんですよ。思いつかなかったんで。ただここでまさかの活躍の場がねありますね。問題は火力、やっぱポカリがな、この辺がちょっと悲しいな、まあ、それはしゃあないな。これ貼っておきましょう。で追い打ちなんてないのでどうしたらいいんでしょうね。あんまりコンボはしたくない。指定色を消さなきゃいいのか。弱っ。てか2万しかないってさ、絶対さフェニックスライダーの軽減でヘラ受けれんじゃん。さようならじゃん。28倍出ちゃうと今度は出すぎと。どうすればいいんですかこの人。は？は？なんかさ、こいつがさ、前が闇を消してくるせいでさ、勝てんかった。終わり？もう一回行こうか、さすがに。次負けたらもう終わりですからね。本来、一回負けたら終わりですからね。まあ、このパーティーじゃちょっとなって感じはするけどさ、行けるとこまでは行きたいよな。てかもう、かぐや姫やめてくれ。本当に困る。てか、そうだ、フェニックスライダーをどんどん使っていこう。これね、ちょうど指定色1個消さないといい感じに減るんですよ。まあ、落ち込みもないんでね。落ち込む心配もなくて。これでちょうど火を消せなくて、いい感じに減らんかった。お、今木が1個でいい感じと思ったのになんで色を出すかな。なんでそういうさ、人の嫌がることをするかな。火を消さない方向にしたかった。間に合わなかった。で、こうすると減りすぎるっていうのがムカつくんだよな。なるほどね。わかったわかった。ハチコンボしなければいいらしい。ハチコンボしない戦法ですね。ただまあそれは相手が貴族生じゃないことが前提なんで、一回は倒さないといけないっていうね。やっと突破ですよ。辛かったぜ。こっからが勝負です。闇吸収は大丈夫ですね。フェニックス貼っておきます。うまい。自画自賛。
ここ怖いですね。ミスったら終わりですね。そう、これね、操作時間短いんですよ、このパーティー意外と。指バッチにしたのに。なんで、本当にもう油断ができない。8コンボと4色は絶対なんで。はい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 。ユニコーンとか来ると下手したら負けますよ。よし。ダウンバーストさんなら大丈夫でございます。さあ、バインドは一応2ターンなら回復できますから、2ターンならな。もういいよ。あいつほっとこう、みんな。ヒドロップがない。これはルミエルの固定ダメージで倒していくスタイル。よいしょ。強い。てかめっちゃ盤面綺麗やん。これすごくない？ちょっと待って。これさ、消える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 で、落としでこの辺消えるよね。ちょずらしていい？すごい綺麗や。ずらします。すごいよねこの陣ね。まあ8コンボには届きませんでしたが、スキルダメと思っておけばね、すごいと思いました。以上です。現場からは以上です。あ、やばい、あ、やばい、光を消しそびれた。まずい、あ、危ない。光はいらないんでした。今気づきましたね。ここでもアルテミスも引かなかったんで、とりあえず次の怖い点は、まあ、ソティスも大丈夫そうじゃね、この感じだと。封印全員持っとるんかい、一丁前に。封印の他にもっとつけるスキルがあると思うんですけど、特にこいつの軽減は何なのっていうね、まあ、闇軽減だから弱くはねえか。おい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 、頼むって。2秒短縮やばいって。あんたが一番出てほしくないまであったよ。で、これ光チームはさ、クラウソラス以外火力がもうね、しょぼいんだよね。頑張れ。よし。組めたら強い。コンボ強化あるよね、やっぱり。火力あるよね。ほどほどに苦戦したい、ここは。ただ、あんまりダメージを受けすぎてもこのパーティーは辛いので、突破もしていきたいと。貫通できますか？できました。なんか短縮された方が調子よくね。スフィンクス、ここもご利用していきます。なんか変に平積みしようとかすると下手くそになる傾向があるんで、そういうことは考えたくなかったんだけど。6コンボ、6コンボじゃ減らんよね。遅延だよね。水アウェイとかないよな。闇はない。光がちょっとあるのか。火もあるか。じゃあ火のウェイをね。そうか、書こうともあるから火のウェイ大事。 OK です。しょぼい。7コンボ強化は入ります。多分倒しました。イエス。はい、割合ね。こうして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 こう。イエス。いいぞ。調子出てきましたよ。ちなみにスキルはあと7と3です。パールバティが見えました。まあまあ3ターンなんでね、あとね。3ターン耐えることができればって感じです。よし、封刃はたまりました。色があります。倒しましょう。色あるよね、大丈夫だよね。 OK です。まあ全属性見えますからね。いきまーす。どうしよう。どうしよう。こうして、
こうしてこうしてこうして、オッケー。フェニックスライダーがちょっと消されちゃうのは痛いですが、しゃあない。はい、レッドギフト入ります。で、色がありますね。ありますけど、お邪魔を消しながら組める自信は正直僕にはありません。よろしくどうぞ。おおおお、意外と頑張った、意外と頑張ったが、倒せるかどうかはまた別のお話。めでたしめでたし、なりません。硬い。闇軽減頑張りました、ありがとうございます。活躍の場がありましたね。火のウェイは大事だよね。さあどうだ。オッケー。フェニックスライダー帰ってきて。不安。ブラックディメンション。だってこっからリファイブの可能性もありますから、ちょっと気持ち的に欲しいよね。気持ちというか、まあ、ちゃんと彼も軽減はしてくれてるんで、欲しいです。これワンパン不安だぞ。いける。リファイブは NG。 よし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 、これヘラ引かなかったらワンチャンあるよ。勝とう勝とう勝とうとん勝とうとんだわこれ。よっよっ、だいぶねパズルもね慣れてきましたね。イエス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 、ヘラくんな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 、闇軽減。ブブーブブーはね、ルミエル、ルミエルです。あ、これがあってよかったよ。むしろいきます。ここでパズルやらかしが一番笑えないからね。よし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 、あとはレオナ使って倒せるかどうかですわ。カコートンのエンハンスよりレオナだよな。カコートンも一応ねエンハはあるんだけど、ウェイが、あ、結構あった。ウェイカコートンにしようか。いや、とりあえずワンパンはできないから、それでは勝てないで、一旦発狂ラインから抜け出しのカコートンで残りの一発って感じでいきましょう。一応ドロップ強化しとこうかな。さあ行くぞお前ら。火を下に持ってくる時間があったら持ってきたいんですね。頑張ります。いや、カコートンの火力大事だから、やっぱ火を優先はしていきたいわけでして。どうだ、攻撃エンハンス頑張れ。まずは一発目。よし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 、ファセット使ったらワンパンあったなこれな、多分な。毒生成色はあります。加工丼使います。久々に勝ったぜこれ。やったな。最近はなんかいろんなことがあってね、パーティーは良かったのにさ、敵の運が悪くて負けたとかあったんですけど、これは勝ち申した。あざした。やったぜ。最初かぐや姫に負けた時はもうダメだと思ったんですけどね。全属性が 4.3 倍、やっぱカコートン使ってたらワンパンできましたね。まあでもせっかくレオナつけたんだからね。さあもしかしてピンも貫いちゃったりしちゃいますかこれ。ルミエル頑張った、意外といける、なんとかなる。こんなね、だって正直さ、この辺かかってないんだよ倍率、攻撃タイプの。それでもいけたし、ちょっとこいつ頑張ったし、最後結局ね、みんなね頑張るんですよこの企画は。だからモンスターの個性が見れていいよねっていう動画です。はい、ということでベストなんとか系はね、やっぱやりがいがありますね。楽しい、いろんなキャラが出るんでね。はい、ということで以上、ベストアシストカーニバルを引いて闘技場に挑む動画でございました。バイバイ。